はい、どうもこんにちは、水色です。今回なんですけど、自分のね PS4 がすごい調子悪かったよっていう話を、配信とかで、したんですけど、一時期ねもう Apex とかやってるとフリーズしちゃうみたいな。俺 Apex のバグかなとか思ってたんですよ。ちょうど Apex しかやってない時期で、バグが起きまくってたので、PS4 じゃなくて Apex のアップデートが悪かったんだと、思ってたんですけど、よくよく考えてみると、そのバグが起きた時に PS4 をもう落とさないとダメになっちゃうぐらい、止まるんですね。で、もうコントローラーも効かないし、こう電源ボタンを押しても消えないから、電源のコンセントをぶち抜いて、また入れ直してね、何分か置いて、ちょっと放電みたいな、抜くといいっていうじゃない。で、抜いて、もう一回付け直すと、つく時もあればつかないで、なんかずっとうわーんってうなって消えちゃうみたいなとかっていうのが頻繁したために、PS4 Pro 変えました。で、変えたっていうか、下にね、もう一度あったんだよね。で、それを重なってきました。で、今回はね、自分のそのなんで壊れたのかなっていう、憶測を交えた説明と、それに基づいた、今更なんだけど、長持ちさせるコツ。PS4 かれこれ4、5台かな ?4 台かな、持ってるわけなんですよ。俺の PS4 Pro だけが壊れたんだよね、今回。ここに置いてた PS4 Pro だけが壊れたんですよ。で、それなんでかなって比較して、ちょっと考えたので、長持ちさせたい人はよかったら、軽くね、雑談がてら聞いてください。雑談聞くラジオがてらね、聞いてみてください。はい。でね、今、図を作ってみたんだけど、自分の持ってる PS4 っつうのが、PS4 の初期型 PS4 スリム PS4 Pro×2 だね。これちょっと2ってやんで忘れちゃった。で、軽くね、サクッと作ったんですけど、一応解説していきます。で、一番最初の PS4、白いやつだね。これが型番が CUH1100 でした。で、購入日が2014年の10月。一番最初の PS4 が確か2013年11月かな、初期でしたね。11月でした。で、初期が、黒いの発売されていて、 CUH1000 っていうのがね、初期の型番で、1100が2代目かなの型番になってます。で、使用頻度は1日だいたい2時間ぐらいですね。 1 day 2 hour です。そんなに当時はゲームハマってはなかったので、わりかしたしなむ程度で聞いてたんですけど、PSO スリム、こいつを YouTube の実況を始めようかなとか思った時に、 PS4 の CUH1100 白いやつが古いので、白いのをお父さんにあげーのスリムを自分の部屋に持ってきて使うようにしたんですね。で、 CUH2100 番でした、これが。で、購入日2018年2月10日。これね、楽天で購入してました。で、1 day 4 hour ってことで、1日4時間ぐらい平均でやってて、当時はね、別に編集しながらとか、美容法別にやってたわけじゃないので、基本的にはゲームちょこっと遊んで消すっていう、割と健全な男の子の遊び方をしてたんですけど、なんとね、問題は、次の PSO Pro、型番 CUH7100 番台、ここ2台買いました。下の PS4 もね、古いっていうのと、俺のスリムはね、友達にあげて、なんかプロ欲しくなったんだよね。2019年1月31日に、PS4 Pro は購入しました。で、型番がさっき言ったように CUH7100 って言って、今7200が、新型なんですけど、ここが問題で、自分の部屋に持ってきたやつがなんとオールデイつけっぱなしだったんですよ。オールデイどころじゃなくて、つけてる日は2日見る。かとか行った時もあるね。3日丸々ついてたりとか。で、しかもスタンバイモードじゃなくて、ずっと PO4 の起動画面のままとか。そういう日が続きまくって、今回ちょっとぶっ壊れましたっていうね。下の方は、これ2アワー。お父さんがね、たまに、ゲームをたしなむ程度。で、1時間やって2時間やってっていうぐらいかな。それぐらいなので、かなり、頻度は少ないです。で、消す方が少なかったんじゃないかなって今振り返ると、思ってて、まさかね PSO Pro が、てか PSO 自体がそんなにつけっぱなしに悪いっていうことをそんなに自覚をしてなかったんだよね。
で、なんとね、まあ、1年経たずに12月ぶっ壊れたんですけど、で今回ねこれ持ってきたやつは下にあったやつを重なってきました。貸してっつって、俺使うからっつって、で PS4 は初期型のやつを使わせてるんだけど、 PS4 初期型もね使えるんですよ。で PS4 の寿命って大体何年ぐらいかっていうのを調べたんですね。10年とかっていう回答もあったんだけど、10年は多分嘘、家電が10年っていうのを引っ張ってきた人みたいなのがいたんだけど、10年は絶対持ちません。これもちろんつけてなかったとか、1日1時間未満の使用で、週2、3回しかやんないよってなったら多分持つと思う。例えば1年365日あるじゃないですか。4時間使うと、1日4時間使うと1年で1460時間。もちろんやらない日もあるし出かけてる日もあるから、まあ800から1000ヘビーユーザーでも、でも俺は24時間使ってたから4にかける6しなきゃいけないんだよね。そうするとどんだけすごい数値になるかっていうと、8760時間使用、やばくない？1年で1400人で、これを6年間使った値ってのが8760時間、かつ熱の影響というか熱暴走の影響をより受けやすい長時間つけっぱなし状態にしての8760時間。もちろん俺もやってない日あるし消してる日だってあったよ。だからまあ少なく見積もっても6000時間は軽く超えてると思うんですよ。それってどんだけエグいかっていうのはね、さっき計算してやばいなと思ったんだけど、それ壊れるわ。はい、でね、俺が痛感したように当たり前だけど連続使用を避けるだけでこれだけ、使用年数にね差が出てきてしまうので、まあ簡単なんだけどやれてない人はぜひここだけは気をつけた方がいいです。でもっと気をつけたい人に冷却ファンのね、紹介も最後に、今回買ったのでやっていきたいと思います。ということでね、軽く PS4 の、まあ、壊れた話をしたんですけど、それに際してより長く使いたいなってことでファンを買ってみたんですね。なので今回はちょっとファンを、2日間ぐらいかな使ってみて、どうだったのかなというとことを、まあ、効果だったりとか自分のおすすめのファン、まあ、今回これ買ってすごい良かったから紹介するんですけど、でもちょっとメリットとデメリットとかね、まあ、その辺ちょっと話して今回軽めの動画にまとめたいなと思います。でまず画像なんだわ、ファンがね、ファンが1個に、左右に2個ずつ合計5個のファンが搭載されております。で裏面がねこんな感じで、これストッパーなんだけど、ここにこんな感じでねストッパーがついてて、こんな感じで後ろを浮かすことができて空気のね流れが通りやすくなりますよみたいなの感じ で立てかけた時にその何この高さを変えた時にストッパーとしてここに刺すようなやつがね、こんな感じのやつあるんですけど、これがねなんか面白くてここにこんな感じで入ってました。でこれ取ってここに PS4 止めて使ってねみたいな感じらしいです。で USB ケーブルがねこれ面白くて付属してるんですけど、ここにね写真ピッて今出てると思うんですけど、ここにくねくね入ってました。で足なんだけどちょっと見えるかな、ここはゴムがついててね、まあ、ラバーの素材になってるので滑りにくくもなってるし、あとこっちの方もまあちょっと粗末なんだけど、ゴムじゃないんだけどスポンジ素材みたいになってて滑りにくくなってます。で表面のここ冷たいんだよね、アルミみたいな感じでより冷えやすくなってます。プラスチックとかだとなんかね冷えきんないんじゃないかなとか思うんだけど、ここだけしっかりとねアルミ板チャッチンだけどなってるので、まあわりかしいいのかなと、言うて3000円クオリティなのでここまでやってくれたらいいのかなと思います。側面 USB ポートが2つ、PS4 からね電源供給できます。 PS4 の裏に、USB を挿すので、ちょっと短めになってるんだけど、ここにピッて挿して、ちょっと短いんだけど、でも後ろに置いてねこうやってピッて挿す分には全然十分だと思います。足りねえじゃんと思って2メートル買っちゃったんだけど、後ろに PS4 のねあのケツの方に USB の差し込み口があると思わなくて、うわいらねえもの買っちゃったと思ってた
でここにファンの切り替えのねボタンがあって、カチッつったでしょ、2段階、ここセンターのここ左右2箇所のファンで調節もできます。マックスだと結構騒音が鳴っちゃう感じ、後で聞いていきますね。まあ、こんな感じでね操作も簡単なんですけど、 PS4 は自分の場合奥に置いてるので、手を入れてねこうやってこの状態でんどこだみたいな感じで入れなきゃいけないというところで、ちょっとねこっち側についてて欲しかったかな、正面側っていうのはあった。 PS4 の方でスタンバイモードとか電源切った時に USB 電力供給しないよみたいな設定があるんだけど、それをやることによってファンもつけた時だけ勝手につくし、消せば勝手に消えますよっていう設定にできるので、すごい省エネにいいし、無駄な電力を使いません。そこはいいよね。はい、じゃあね早速こいつの音を聞いていきましょう。はい、こっちに来ました。ちょっとね今 PC にこの辺にあるんだけど、つないで接続してみたので、これで鳴らしていきます。まずねでっかいファンだけ、違うこれ、え、あ違うわ、こっちが後ろ2つと真ん中、こっちが前2つでした。面白い付け方すんね。いくよ、じゃあちょっと先に後ろ2つと真ん中を、でももしかしたらね冷蔵庫の音が入っててあんまり聞こえないかもしれないんですけど、もう一個つけます。一応エアコンとかがついてる程度の音なんだけど、風は結構来るし冷たい、かなり普通に冷たいなって思う。ただマックスにしちゃいます。まずは上2つと真ん中をマックス、下もどうすか、音結構変わるんだよね。マックスにすると正直うるさい。これをやりながら配信はちょっと音拾うんじゃないかなって言ってちょっと懸念しちゃうぐらい、ね、もう本当にエアコンが、まあ、強いか弱いかぐらいの程度なので、自分はね PC ついてたり、まあ、PS4 もうなってたし、冷蔵庫もちょっとたまにねなんか鳴くし、まあ、そんなに静かな環境で過ごしてないので、寝るとき別にこれが鳴ってても寝れるぐらいの感じなんだけど、風はすごい来る。思いっきし風を感じるぐらいには来る。一番弱くすると風っていうか、まあちょっと表面が冷たいなぐらい。風も来るよ。来るけど表面が冷たいなぐらいの感じです。一番強くすると、あ、風。で、今回ね、これを、まあちょっともういいや、うるさいから。バイバイ。これを使って、まあ、PS4 を実際にね、使ってみたんですよ。で、昨日配信で微弱モードにして2個つけてやったんですけど、まあ多分聞こえなかったと思う。うん、BO4 とか、まあ Apex とか、比較的ゲームをやってるので、ゲームと声で、よっぽどじゃないから、よっぽどじゃない限りは雑音が消えるので、十分かなと思います。ましてやさ、配信する人なんて少ないので、ほとんどはゲームプレイ目的に買って、熱暴走を防ぐよ、というわけなんですけど、一番の盲点が、あそこ。PS4 ってどこが熱くなるか分かってるでしょ、みんな。上なんだよね。これ下に置くじゃん、こいつ。このさ、ファンちゃんは。下から空気をいくら送っても、上は熱かったですね、やっぱり。何回確かめても、まあ何をやってたとしても、やっぱり熱くなるのは避けられないね。やっぱり、内部の CPU とかに直接、水をぶっかけたりしない限りは、まあ冷たくはならないのかなというのが、まあ結論かな。ただ、やっぱり風を送って後ろから排気される熱をね、冷たくしたりとか、まあできるだけ下からでも風を送って冷たくすることによって、後ろのね、熱がこもりやすい環境を冷たくしてくれたりとか、ないよりは絶対に、寿命とかもね、こう伸びるだろうし、ケアに関してはあった方がいいのかなという感じでした。3000円で4万円を先延ばしさせられるなら絶対に買いだよね。まあ、俺ほど使ってしまうと、まあ、ファンも意味はなくなってしまうのかもしれないけど、基本的に3000円プラス
健全な使い方をすれば、使ってない人の 1.2 から 1.5 倍ぐらい、まあ、使用寿命が伸びるんじゃないかなと、体感では思いました。結局内部の熱が原因でほとんどダメになっていくと思うので、なんだかんだゲームは動くじゃん。で、熱が出ることによって携帯とかと一緒で、処理能力が落ちちゃうっていうのがもう一番の問題なので、冷やすっていうのはね、ファンがたくさん出てるようにこれは買いだと思います。これちょっと名前わかんないんだけど、ファンいっぱいあって悩んでる人用に自分が一応買ってね、今回当たりだったので、今回はねこんな感じですね。自分がちょっとね最近ショックだったからね、 PS4 壊れて、もう壊したくないなと思ってファン買ったりとか、まあそういうの自分でまとめて、まあ、ちょこっとね、そういうの気をつけたいなっていう人に向けて、まあ、ブログ的な感覚で作ってみました。はい、またね明日以降、配信も今日はそうなんだけど、ゲーム動画ね上げていくので、そっちもよろしくお願いします。それではね、今回は、PS4 向けファンの冷却ファンの紹介でございました。まあもし参考になったりとかね、欲しいなと思ってくれたら高評価の方お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。水上さん、バイバーイ。